お疲れ様でした。あれから何も起こらんということは、皆片付いたと解釈してええんやな。社長の方は？手は尽くした。やるだけのことはやった。あとは、わしと会社に月が残っとるかどうかやな。立花。はい。わしの会社に来んか。会社の立て直しを一緒に手伝うてはくれんか。わしの片腕になってくれ。ありがとうございます。社長には心から尽くしてくれる社員がたくさんおられます。やっぱあかんちゅうことか。社長。ええんや。ありがとう。心から感謝しとる。お力になれなくて申し訳ありません。お前さんはようやってくれた。あなたは本当に素晴らしいリーダーです。社長のことが好きでしたよ。達者でな。あの男についていきたかったか。武骨だが信念もある。昔の武将のような人でしたよ。あんな人の元でなら、部下はたとえ討ち死にしても本望かもしれない。あの社長とならきっといい仕事ができたでしょうね。ついていってもよかったんだぞ。本気ですか。見返りのない忠誠なんか存在しないんだろ。優しい飼い主のもとに走ったらどうだ。鎖を断つことぐらい犬にだってできる。お前を縛ろうなんて考えていない。だが逃げ出すなら、お前はただの負け犬だ。負け犬になるのが悔しいなら、俺に勝ってみろ。お前が俺に勝つことができれば、その時こそお前に抱かれてやる。